時対策スクールでセールスイグをお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあできましたか、まあ、A は違いますよねでなぜそれを感じるのかと言われたら空所の右側 And この右側が現在時勢になっているということは空所のところも現在時勢にするべきで選択肢の A は見ての通り過去時勢で次にヒントになりそうなのは空所の右側彼女とお金ですから not イコールでそういう場合は SV 何々そうです SVOO 第四文系でしたねですから空所のところに動詞を入れるべきでその観点から選択肢の B を見ると名詞 で残った選択肢は C と D 意味でいくよりかは文系の視点から攻めていただきたいんですが第4文系を取る動詞はどっちでしたかそうです正解は C で選択肢、C、o は CO は O1 に O2 を借りている彼女にお金を借りている問題なさそうで一方選択肢は D 何文系かと言われたらそうです SVO 第3文系でしたね ですから意味が通じそうなんだけれどもやっぱり文系の観点からツ。一方正解となった選択肢の「の O」まあ、これは内容文系有名でございますので知れなかった方は是非記憶なさっていただけるとよろしいかと思いますであとは意味内容を確認いたしますので文頭をご覧ください私は彼女にいくらかのお金を借りていてすぐに彼女にお金を返さなければいけませんそんな感じでよろしいかと思いますでは画面を書き換えますね スクリーンショットする方はどうぞであとは画面の右側ですね皆さんの指などで隠していただいてで丸1番から丸2番そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いですということでチャンネル登録もよろしくお願いします